さあ彼がチームの道しるべ、チャレンジャーズキャプテンが満を持しての満、はい、さあ注目箇所満載のゲームが今始まりました。バッターは1番松倉、インコース引っ張った、サードバチコン、打席には3番バッターが入ります。ミッドへ一直線、指にかかったストレート投げました、ストレートはボール、投球これから3球目、打った、海老島ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、これで3アウト。ではさあさあさあ1球目、来たか、微妙なところだが、どうだ、レフト見送った、こちら第1球を投げました、インコース高めいっぱいストライク、第2球を投げた、あっこれ危ない、外角低めいっぱいストライク、追い込まれています、直球見送ってボール、さあ次は何を投げてくるか、外のボール球打った、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、さあどこに投げても絡め取られて打ち返されそうな雰囲気を漂わせます、バッター蛇島キリト、さあ1球目外れた、ボール、投球2球目、アウトコース低めストライク、第3球投げた、あっとっと、第4球フォークボール空振り、バッター追い込まれた、さあ仕留められるか、見送ってボール、強気で攻めてきます、打った、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります、蛇島二塁を狙う、蛇島ツーベース、さあ初球はストライク、外角低めいっぱい、まずは様子見です、投げました、インハイ決まってストライク、さあ外してくるのか、ボール外れた、ワンボールツーストライク、さあ勝負してくるのか、アウト危ない、間一髪かわした、さあ次は何を投げてくるか、打ちました、切れていきます、ファール、第7球打った、1、2塁間破った、ビクター、送球の間に2塁へ、ビクターヒットだ、ヒットになった、チャンスを広げました、打席には5番バッターが入ります、このままどんどん攻めていきたい、第2球投げました、落ちる球空振り、第3球をインロー見送ってストライク、追い込まれています、打ちました、山内バックしていった、センター前ヒット、三塁ランナーホームイン、パワフェスチャレンジャー、この回3点目、ドリル、さあ矢部の時間がやってまいりました、バットを出しません、ボール、第2球を投げました、真ん中見送ってストライク、第3球は打ちました、三遊間へのゴロ、破っていった、やべ、アンダーを放ちます、東すぐる、キリッとマウンドを睨みます、これは楽々セーフ、盗塁成功です、外れた、ボール、さあ3球目打った、いい当たりだ、センター前クリーンヒット、東ナイスなバッティングです、パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます、ファールグラウンドへ飛んじゃっています、左へ打っていったが、これは切れてファール、打った、痛烈な当たり、二遊間ライナー破っていった、パワフェスチャレンジャーズ1点入りました、4対1、ドリルディング、何としても得点を上げたい9回です、打席には7番バッター、一塁へ牽制球を送ります、第2球投げた、アウトロー、ギリギリいっぱいストライク、変化球ビンビンに切れています、ナックル空振り三振、パワフェスチャレンジャーピンチ。
ご案内いたします。両チーム初戦は素晴らしいパフォーマンスでした。2回戦にも期待しましょう。一塁側は大会恒例の個人さあ彼、はい、さあ1球目投げた、球威のある球を投げ込みます。打ちました。ヒット、ヒットを打たれます。ノーアウトです。ここは送ってくるでしょう。インコース低めストライク。投球これから2球目。高め、ボール抜けました。おっとすっぽ抜け、余計な力が入ったか。第5球バントしました。掴んだ、一塁へ送る、アウト。ランナー二塁に進みました。さあ初球、ミットに吸い込まれるような直球、バッター反応できません。第3球を打った、セカンドゴロ正面、蛇島掴んだ、アウト。パワフェスチャレンジャーピンチが。さあ1球目ストライク、インハイへ、まずは入れてきました。次はどう攻めるのか。1つ外した、ボール外れましたがいいコース。さあ仕留められるか。インコースのボール逆方向へ、ベース側取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあマウンドにくのいち健三。さあまずは初球、見送ってボール、カウントワンボール。第2球はボール外れた、低め攻めてきます。低め見送ってストライク。第4球投げました、バッター思わず体を背けた、引っ張った、サードオーバー、ヒット。やべ、一気に二塁へ、バッターランナー二塁でストップ。やべ、二塁までご到着しています。ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。初球を打った、三塁へ、クロスプレイ、タッチアウト。ワンアウトランナー一塁に変わります。まずは初球ストライク、内角高めいっぱい、まずは様子を伺います。桜吹雪、見送ってボール、ワンボールワンストライク。投げた、打ちました、いい当たり、アンバウンドヒットになる。ボールは中継、小田切一気にホームへ、一塁ランナーホームイン。パワフェスチャレンジャー、まずは第1球を投げた、桜吹雪はストライク。第2球
投げます。あーこりゃでかいぞ、フェンス直撃。中継パワフェスチャレンジャーリードを2点に広げます。2対0。さあ1球目、桜吹雪見送ってボール。第2球投げました、外角低め見送ってストライク。第3球投げた、打っていい当たりだ、ヒット。ボールはコロコロ状態。ビクター、素敵な二塁打を放ちます。パワフェ。さあ初球バットを出しません、ボール。第2球投げた、外れた、ボール。カウント2ボール。第3球を渾身のストレートはボール。これは完全にボールです。投球これから4球目、打った、引っ張った、打球はファウルグラウンドに上がっています、ファウル。第5球は高く上がってます、打球はセカンド後方掴みました。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。そしてバッターは沼田。第2球を投げました、縦のスライダー見送ってボール。第3球を打ちました、打球はファウルグラウンド上、ファウル。第4球は打った、鮮烈な当たり、センター前クリーンヒット。ビクター、三塁バント。続いて二塁ランナーのホームイン。パワフェスチャレンジャーズ、この回。さあ蛇島が打席で不敵な表情、投げました、内角低め見送ってストライク。第2球はこれは見送ってボール。第3球を投げました、飛んでいった、文句なしの当たりだ、入った、入った、ホームラン。それでは戦国高校追う展開、迎える7回です。さあ潮姫様のお出ましです。城山、このリードは守りきりたい。見送ってボール、いいコースですが、わずかに外、打ちました、ショート左横のゴロ、アウト。これで3アウト。7回、パワフェスチャレンジャーズ、ここはなんとかしのぎたい。そしてバッターボックスは市村、松倉、慎重に行ってほしい。落とした、ボール。カウント1ボール2ストライク、空振り三振。実ここで戦術マニア軍事の登場です。松倉、なんとしても気迫で食い止めていただきたい。内角低め空振り三振。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチを招くも。
さあ勝てば代表の尻尾が見えてくるこの3回戦、あまり意識せず平常心で戦っていただきたい。ここまで来たことが大きな自信となっています。一塁後、さあ彼がチームのみ、はい、さあ注目のゲームが始まります。バッターは1番塚本、はい、投げた、あっとデッドボール。第1球を投げた、ストレートはストライク、まずは決めてきました。打った、さあゲッツーになるか。二塁へトス、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウト。さあさあ初球は高速スライダーはボール。第2球を投げました、打った、松尾ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト。さあ、まずは初球トライ、インコース厳しいところ、まずは様子を伺います。打ちました、センター前キー、小田切、いいバッティング。第1球投げた、高速スライダーはボール、攻めてきますがわずかにボール。投球2球目、バックストレート見送ってボール、打った、ヒットになります。カットマンへ送る、小田切3塁でストップ。まずは初球、さあ発射した、タッチはアウト、刺されました。投げた、投げ数値どうだ、打球はライト右へ、これはヒットになります。パワフェスチャレンジャー、初回先制、1対0、ビクタースーベースでランナーを生還させちゃいます。第1球投げました、打ちました、初球打ち、これは打たされてファーストフライ、これで3つ目のアウト、チェンジです。波動高校追う展開、迎える2回、初球からいった、やべえ交代、跳躍ヒットになります。ボールは中継、もう欲しい、ツーベース、パワフェスチャレンジャーピンチを迎えます。ここでバッターは西尾、投球これから2球目、打ちました、イケてるグラブさばき、パワフェスチャレンジャー追いつかれました。ネジ第1球投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。さあ外してくるのか、これはすっぽ抜けてボール、力みすぎてしまったか、打ちました、いい当たり、掴みました、ボール欲しい、失敗進行、パワフェスチャレンジャー、かここはきっちりとランナーを送っていただきたい。初球引っ張った、クリーンなヒットだ、千代姫三塁を狙う、千代姫三塁でストップ。第1球を投げた、外の球空振り、伸びのあるボール、さあ次の球、これはボール。投球3球目、外のボール球打った、松尾掴んだ、二塁送球、セカンドボースアウト、あっと送球がそれた、パワフェスチャレンジャー、ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。投げた、あっとキャッチャー取れない、ぐっと逃げる、ワンアウトランナー二塁に変わります。打ちました、塚本下がっていった、ヒットを放っています。パワフェスチャレンジャー、なおもチャンスが続きます。さあや
矢部が矢部たるゆえんを見せてほしい。期待したいところですが、どうでしょうか。投球これから3球目。打った。ライト前キー。パワフルチャレンジャー勝ち越し成功。3対2。リプレイです。波動方向追う展開、迎える3回、初球から送ってきました。あっと、ファールグラウンド、ボールを掴みました。さあバッター金原、真剣な表情を見せます。投球これから2球目。打ちました。三遊間のゴロ、二塁へ送る。二塁フォースアウト。アウト、ゲッツー。これでスリーアウト。さあ蛇島が打席で不敵な表情。投げます。初球流し打ち、ファウル。さあ次の球、高速スライダーはボール。低め攻めてきます。バックストレート見送ってボール。完全なボール球。低めボール抜けました。余計な力が入ったか。打ちました。取りました。これでワンアウト。パワフェスチャレンジャー追加点のチャンスを迎えました。さあビクターが圧力をかけていきます。ここで畳みかけていくか。これは見送ってボール。第3球投げました。ボール外れた。これは完全にボールです。投げました。シンカーはボール。スリーボールワンストライク。第5球投げた。外角低めいっぱいストライク。ランナー自走スタート。打った。強襲抜けた。パワフェスチャレンジャーリードを8点に広げます。波動高校、何としても得点を上げたい9回です。バッターは岡村。第2球は初球ストライク。投球これから3球目。低めボール抜けました。力みすぎてしまったか。市村、一旦ドジンバックを手に取ります。投球これから4球目。打った。いい当たりだ。ワンバウンド突っ込んでった。岡村一塁蹴って二塁へ。岡村ツーベースヒット。これでツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターはところで2安打元橋です。投げた。ボールに勢いがあります。打った。痛烈な当たり。レフト前リーヒット。岡村三塁蹴ってホームへ。加納高校1点返しました。市村タイムリーを打たれます。これでツーアウトランナー二塁。さあバッター金原、真剣な表情を打ちました。いい当たり。二遊間ライナー破った。ここでヒットが出ます。これでツーアウトランナーは一塁三塁。いいボールだ。変化球が切れています。さあ次は何で来るか。低めボール抜けました。見逃しの三振。パワフェスチャレンジャー、ピンチを招く。盛り上げましょう。
お待たせいたしました。さあここでトーナメント代表が決まります。ファイナルステージに進むのはどちらのチームでしょうか。強敵に果敢に挑んでいくその姿で多くの野球ファンを虜にしているチャレンジャー。そして待ち構えるのは無名から一気に名を上げた謎多きエビル高校。ミステリアスな雰囲気を漂わせる中、キャプテンヤミノの目が怪しく輝きます。さあパワフェスチャレンジャーズ対、さあ彼がチームの道しるべ、チャレンジャーズキャプテンが満を持してのマウンドです。美しい佇まいを見せるのは桐崎レイリー。第9を投げました。初球打ち、バッターヒット。セカンドへ放り投げる。桐崎ツーベース。パワフェスチャレンジャーズピンチを迎えます。そしてバッターは初球を打ちました。掴みました。ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト。さあ1球目、ひざ元厳しいところをまずは決めてきました。これはボール、カウントワンボールワンストライク、空振り。指にかかったいいボールです。あっとこれ危ない。さあ次は何を投げてくるか。アウト、低め、空振り三振。オッケー。さあ1球目、インハイ見送ってストライク、カウントワンストライク。キレッキレの変化球に手が出ません。さあ勝負してくるのか。さあ仕留められるか。ラックはボール、外角逃げるスライダー、空振り三振。気持ちを引き締め直します。パワー、ここまでの。さあで、さあ1球目投げた、バットを出しません。ボール、完全なボールだ。第2球投げた、エビルアイ見送ってボール、カウント2ボール。チェンジアップ、空振り。投球これから4球目、高めボール抜けました。余計な力が入ったか。打ちました、強襲、抜いていった。やべえ、塁に出ています。一塁にはやべえ、得意の足を見せつけるか。二塁送球、タッチアウト、ワンアウト。第9を投げました、流し打ち、ファールグラウンドに上がっちゃいました。右へ打っていったが、これは切れてファール。投げました、打った、カウント2ストライク、外れた、ボール。これは完全にボールです。打った、並木交代、ヒット、千代姫ヒットを放ちました。ワンアウトからです。初球は、初球を打った、ジャーライナー、ランナーは飛び出ちゃっています。アウト、ダブルプレイ。0対0で迎える2回です。そしてバッターボックスは諸星。打った、いい当たりだ。ビクターバックしていった、取りました、カットマンへ送る、二塁へ送る。これでツーアウト。8番バッターが打席に入ります。ミットへ一直線、指にかかったストレート、外へ逃げるスライダー、空振り三振。最後は、さあさあここは足を使ってチャンスを広げたい。投げた、ストレートはボール、カウントワンボール。見送ってボール、カウントツーボール。第3球投げた、エビルアイ見送ってボール、カウント3ボール。第4球打って出た、右中間のフライ、ヒット、河本出塁します。初球はチェンジアップ、空振り。チェンジアップでタイミングをずらします。第2球投げました、低め、ボール、抜けました。力みすぎてしまったか。投球これから3球目、打ちました、1、2塁間ライナー破っていった。パワフェスチャレンジャー先制、1対0。今の
エビル高校追う展開迎える3回です。さあ切り裂き、美しい瞳で相手の心を読み取ります。さあ次は何で来るか。直球見逃し三振、ギリギリに決まりました。そして迎えるバッターは奥田。投球これから2球目、打った痛烈な当たり、出た取った、蛇島ルネを熱くさせてくれます。2アウト。さあヤギの一つ目メットが全てを見透かします。一塁牽制、一塁タッチセーフ。投球2球目、ストライク、外角低めいっぱい、危ない、顔はいけません。投げました、ストレートはストライク。さあ追い込んだ、ナックルはフォール、低めに攻めていきます。ここはフォアボールになります。さあオーダー、静かに睨みを聞かせます。投球2球目、これは見送ってボール、打ちました、アウト、右中間、どうだ、取って、これでスリーアウトチェンジ。3回の、さあ打席には魅惑の矢部昭雄です。さあ1球目投げました、チェンジアップ空振り。さあ次の球、スライダー見送ってボール。第3球投げた、打ちました、打球はライト浅いところ、ヒットになります。やべ、ヒットだ、ヒットになった。さあ潮姫様のお出ましです。そのバッティングで点差を広げていきたい。投球2球目、ランナー、ボールを2塁へ送った、盗塁成功。やべ、一塁ランナーは2塁に進んでいます。打った、掴みました、これでワン。エビル高校追う展開、迎える5回です。ここで2塁はセーフ、さすがに1塁ランナーは2塁に進みました。投球3球目、ウィンドウ決まってストライク、ボール外れた、パワフェスチャレンジャーズ同点のピンチ、ツーアウトランナー2塁。さあ1球目、打ちました、いい当たり、これでアウトが3つ、攻守交代です。さあさあさあ初球、バットを出しません、ボール。投球これから2球目、外れた、ボール。さあ3球目、打った、センターへ上がった、取りました、これでワンアウト。ここでバッターボックスは伊佐村、初球はスラーブはボール、慎重に攻めてきます、見送ってボール、カウント2ボール、打ちました、ライトへの打球、これはヒットになります。伊佐村安打を。さあ矢部昭雄、この打席は何を見せてくれるのか、そのバッティングで点差を広げていきたい。第2球投げた、ボール外れた、カウント2ボール。投球これから3球目、打ちました、セカンドハーフライナー、アウト、ゲッツー、これで3アウト。エビル高校追う展開、迎える6回です。そして盗塁を許します。一塁ランナーは二塁に進んでいます。打った、いい当たりだ、取って、これでスリーアウトチェンジ。エビル高校追う展開、迎える7回です。8番バッターが盗塁を許します。パワフェスチャレンジャーズ、外野は前進守備を取ります。あー、ダメだこりゃ、ナイスなのが飛んでしまっている。中継、パワフェスチャレンジャーズ逃げ切り失敗、追いつかれました、1対1。パワフェスチャレンジャー、ここが踏ん張りどころ。打席には9番、打ちました、初球打ち、モテモテのショートゴロ、アウト。パワフェスチャレンジャー、ピンチが続きます。さあ切り裂き、美しい瞳で相手の心を読み取ります。第2球を投げました、際どい打球、一塁送球、アウト。パワフェスチャレンジャー、ピンチが続きます。そしてバッターボックスは奥田。パワフェスチャレンジャーズ、ここは中間守備を取りました。
第2球投げた。どうだ、アズマ軽やかにさばいてみせます。同点で迎える7回です。ここで戦術マニア軍事の登場です。積極的に行ってもらいたい。初球を打ちました。素敵ヒットだ。小田切二塁蹴って三塁へ。軍事ツーベースヒット。今日初めてのヒットになる。そして迎えるバッター磯村。さあ遠慮はいらない。ここで激しく燃え上がる。はい、さあ1球目、初球はすっぽ抜け。おお、余計な力が入ったか。投げた。あ、どうだ、ファーストズドン。これでワンアウト。さあ矢部の時間がやってまいりました。チャンスは続きます。キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンドをキャッチしています。これでツーアウト。さあ潮姫様のお出ましです。抜いたボール、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第3球をエビルアイ見送って、もうわずかに内側。投げました。上げてしまった。内野へフライとなっています。取って、これで3アウトチェンジ。同点で迎える8回、ここでバッターは並木、木場。ランナーを進めさせるわけにはいきません。大きく外してきます。投げました。ストライクになった。キャッチャー二塁へ送球。ゲサーッとさせた。タッチアウト。さあ蛇島が打席で不敵な表情。投げた。チェンジアップはストライク。チェンジアップでタイミングをずらします。これはボール。さあ3球目、バットを出しません。ボール。カウント2ボール1ストライク。投げた。打った。痛烈な当たり。センター前のヒットになります。蛇島かっこよさを見せつける。第1球を投げました。初球を打った。打球はセンターへ。ヒット。センター前ヒットになった。蛇島三塁でストップ。ナス。初球はチェンジアップ空振り。少し記憶でしたか。さあ次の球、スライダー決まってストライク。お、打ちましたが面白い場所に飛んでいるぞ。ヒットになります。ボールはトロリンコ。パワフェスチャレンジャー、ここで勝ち越しました。続いて一塁ランナーもホームイン。パワフェスチャレンジャー2点。さあ河本がゆっくりと準備を整えます。ここで畳みかけていくか。第2球投げました。スラープはボール。完全なボール球。アウト。バットがやられました。宮川ボールを掴んだ。アウト。ワンアウト。ランナーエビル。さあ攻守攻打の小田切の打席です。インローギリギリいっぱいストライク。第2球を投げました。これは見送ってボール。投球これから3球目、外れた。ボール。ツーワンバッティングカウント。第4球は打ちました。ライナー破った。パワフェスチャレンジャー、リードを3点に広げます。4対1。エビル高校、何としても得点を上げたい9回です。8番バッターが打席に入ります。カーブは空振り。少し迷いが出たか。球威のある直球。バッター動けません。打った。中継。キバヒットを許します。ピンチを広げています。エビル高校、ここは代打を起用してくるようです。バッターは菅沼。タッチはセーフ。第1球投げた。初球打ち流した。内野ゴロ。エビル高校点差を3点に縮めました。ここは切り抜けたいところ。マウンドを。さあ切り裂き、美しい瞳で相手の心を読み取ります。
あれ第9投げた直球見送ってボールカウントワンボール打ちました城山掴んだ一塁へ送るアウトパワフェスチャレンジャー勝利をもぎ取りました。さあついにファイナルステージを迎えたパワフルフェスティバル、一体誰が予想できたでしょうか。決勝の舞台はなんと宇宙。グランドチャンピオンの座をかけて戦うのは PTB トーナメント代表我らがパワフェスチャレンジャーズとインフィネットトーナメントを制した精鋭部隊アランレンジャーズ。彼らの熱い思いはもう止められません。宇宙のど真ん中でさあ彼がチームの道しるべ。やってきましたのは竹野浩太。はい、第9を投げました。アウトも決まってストライク。まずは入れてきました。ストレートはボール外わずかにボールゾーン投げた打ちました。ヒット。
になってしまった。ここは迷うことなく走ってくるでしょう。もう一回、ここは注意を怠りません。まずは様子を見ます。ランナースタート、捕球ストライク、ボールを二塁へ送った、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました。もちろんランナーの足にも警戒です。一塁へ牽制球を送ります。さあ次の球、大きくウエスト、一塁牽制、一塁タッチセーフ。第3球投げた、球威のある球を投げ込みます。外角逃げるスライダー、空振り三振。ここは迷うことなく走ってくるでしょう。さあ初球、ここはランナー警戒します。投げました、ストライク、アウトローへ。一塁へ牽制球を送ります。第3球をストライク、インローへ、見送ってボール、外れましたがいいコース、タッチはセーフ。かなりランナーの動きを警戒しています。打ちました、いい当たり、ショートオーバー、つぶらや二塁回って三塁へ。パワフルチャレンジャー、先制点を奪われました。最強、さあさあ初球、ボール、外れた、これは外れます。第2球投げました、打った、ライトフライ、飛距離は出ています、ライト取りました。これでワンアウト。まずは初球、アウト、危ない、間一髪かわした。第2球投げた、スクリューはボール、カウントツーボール。第3球は打ちました、打球は右中間に上がった、千代姫ヒットを放っています。第1球を投げた、真ん中見逃してストライク、伸びのあるボール、投球2球目、打った、ボールはライナーで右中間へ、右中間へのヒット、蛇島、いい当たりが炸裂しています。さあ初球、バットを出しません、ボール、カウントワンボール。さあ次の球、おっとすっぽ抜け、投球これから3球目、インロー、よってストライク。第4球は高く上がった、鈴姫下がっていった、ショート落下点に入りました、掴みました、これでツーアウト。第1球を投げました、打ちました、初球打ち、セカンド真正面、アウト、これでスリーアウト。さあ第1球を投げました、外れた、ボール、これは完全にボールです。アウトハイ、ギリギリいっぱい、ストライク、バッター思わず振り返りました、見送ってボール、カウント2ワン。次が4球目、投げました、インコースのボール、逆方向へ、ここは守備に阻まれました、これでワンアウト。第1球を投げた、初球を打ちました、センターへの打球、掴みました、これでワンアウト。さあ初球は内角低め、見送ってストライク、パワーカーブ、見送ってボール、攻めてきます、打ちました、ヒット、軍司ナイスヒットです。ここでバッターボックスは伊佐村、なんとか一本つないでほしい。第2球を投げた、打った、いい当たりだ、ボールはライナーでセンター、取りました、ボールは中継、これでツーアウト。さあ矢部が矢部たるゆえんを見せてほしい。ファーストランナーチラッと見た、打った、ライトの右、ライト線ヒット、ボールが点々と転がっている、やべ、ツーベース、初安打。さあ潮姫様のお出ましです。打った、ボールカウントノーボールワンストライク、
内角高めいっぱいストライク。塩姫追い込まれました。打ったライト行った、ライト前のヒットになります。三塁ランナーホームイン、パワフェスチャレンジャーズ2点返しました。パワフェスチャレンジャーズ得点を挙げ、なおもランナー1塁。さあ蛇島が打席で不敵な表情、ファウル、カウントワンストライク。打ちました、取りました、これでスリーアウト。前半がさあ初球は内角低めストライク、まずは様子見です。さあ次の球、パワーカーブはストライク。河本早くも追い込まれています。打った、一、二塁間へ、二塁へ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。パワフェスチャレンジャーズ、ここはなんとか追いつきたい。バッターは肩の1点でも返しておきたい。さあ次の球、パワーカーブ見送ってボール、低め決まってストライク。バッター追い込まれた。さあ勝負してくるのか。お、どうだ、面白い打球になった、竹野バックヒット、二塁ランナーホームイン、パワフェスチャレンジャーズ1点返しました。パワフェスチャレンジャーズ得点を挙げ、なおもランナー1塁。さあ初球流し打ち、1、2塁間のゴロ、2塁フォースアウト、チェック、ダブルプレーは逃れました。さあ潮姫様のお出ましです。2塁送球、1塁送球、2塁へ送る、タッチはアウト、これで3アウト。さあ潮姫様のお出ましです。さあ早めに追いついて自分たちのペースに持ち込みたい、頑張れチャレンジャー。打った、痛烈な当たり、ヒットになります。潮姫二塁も狙う、ランナー二塁でストップ、潮姫二塁までご到着しています。さあ蛇島が打席で素敵な表情、全力で立ち向かっていただきたい。さあ初球、おお、外れた、完全なボール球。第2球を投げました、バットを出しません、ボール、カウント2ボール。投げた、力のない打球になってしまった、タッチはアウト、これでワンアウト。さあさあビッターが圧力をかけていきます。さあ1球目、カーブはボール、カウント1ボール。第2球投げた、外れた、ボール、マシンで捉えた、2塁送球、セカンドフォースアウト、ビクター、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、東傑キリッとマウンドを睨みます。さあ次の球、アウトボールを見送ってストライク、キレのあるボール。さあ3球目、インコースボール、第4球をスライダー空振り。さあ次は何を投げてくるか、打ちました、ヒットエンドラン、センターへ飛んだ、これはヒットになります。パワフェスチャレンジャー。さあ河本がゆっくりと準備を整えます。カーブはストライク、投球これから2球目、低め見送ってストライク、次はどう攻めるのか、見送ってボール、コーナー攻めてきます。お、打ちましたが破った、サードへ放り投げる、パワフェスチャレンジャー、ゲームを振り出しに戻しました。よ、面白くなってきました、さらに勝ち越しのチャンス。さあオーダー、静かに睨みを聞かせます、得点につなげたい、これはボール。第3球をカーブ見送ってボール、カウント2ボール1ストライク、投げました、おっ、これはヒットになりそうだ、アラン走る、アンバウンドヒットになる、パワフェスチャレンジャー、ここで勝ち越しました。続いて1塁ランナーもホームイン、
パワフェスチャレンジャーズ。このくん、ここで戦術マニア軍事の登場です。ここで初球を打った。左中間へのヒット、オーダー、一気にホームへ。二塁ランナーホームイン。パワフェスチャレンジャーズ、さらに1点追加。アバンレンジャーズ、なんとしても得点を上げたい9回です。さあ竹野、グラウンドの土からパワーをもらいます。はい、あれだ。さあ1球目、変動決まってストライク、外角低めストライク。さあいよいよあと1球、竹野スライダー、空振り三振。パワフェスチャレンジャー、最後をしっかり締めて見事勝利しました。グランドチャンピオンの座に立ったのはパワフェスチャレンジャー。おめでとう、パワフェスチャレンジャーズ。聞こえますでしょうか、宇宙には今大歓声が轟いております。いやー、ここまで本当によく戦い抜きましたね。この活躍は観客の皆さんの胸に強く刻まれたはずです。さあ今から選手たちの記念撮影が始まります。ん？おや？あ、熱森アナ、今何か。な、何者でやんす。パワー、スピード、スタミナ、すべてを兼ね備えたテクノロジーの結集、我が名はレイブ。あのロボット、矢部さん知ってるんですか。いや、さっぱりでやんす。なんと未知のロボットが乱入。トモロキアナ、これは一体。私のデータにも存在していません。この優勝カップ返してほしいか。さらばチャレンジャーズよ、宇宙一のこの私と勝負しろ。
グランドチャンピオンを決めようではないか。
前線レーブのさらなる能力を見せてやろう。ゴー、これが全てを解放した真の姿だ。ひょぼー、かっこよさ倍増でやんす。乱れのない奇跡を描く。諦めどきじゃないかな。今でやる！ロボットの暴走を食い止めるでやんす！待ってくれ！私は！